ancient history encyclopedia writes about Prometheus as follows. In Greek mythology, the Titan Prometheus had a reputation as being something of a clever trickster, and he famously gave the human race the gift of fire and the skill of metalwork and action, for which he was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan as he was helplessly chained to a rock. I, Hiroshi Hayashi, wonder if Prometheus is just a clever tricker, but this is not a point for today's video. I hereby prove that King Anu is Zeus, or Zeus is King Anu in this video, with evidence Raffaello Santi had left us for humans. The point is that Prometheus was punished by Zeus, who ensured every day that an eagle ate the liver of the Titan Prometheus. ギリシャ神話によれば、チタン族のプロメテウスはずる賢い詐欺師として位置づけられています。そして人間に火と金属加工の知恵を与えたという罪により、プロメテウスから罰を受けることになりました。プロメテウスはゼウスに体を鎖で巻かれ、毎日和紙に肝臓をついばまれるという刑を受けましたということになっていますが、本当にそうでしょうか。が、それは今日のポイントではありません。私、林浩氏は、アヌ王イコールゼウス説をラファエロサンチが絵画の中に仕込んだ暗号を解くことによって、この動画の中で証明します。アヌ王イコールゼウスでした。広し林、浜松セリー、ジャパン。ラファエロ・サンチも、また1500年後のイエスの操り人形芸術家でした。それはともかくも、ラファエロ・サンチがこんな絵画を描き残しています。その絵画の右下に描かれている動物は、馬なのか、それとも牛なのかということになります。一見すると馬のように見えますが、立花恵子さんという方が、これは牛ではないかと教えてくださいました。牛です。これで謎が解けました。この動物は馬なのか牛なのかですけども、立花恵子さんによればですね、角があるみたいだと。そして耳の位置もおかしいというわけですね。つまりこれは馬ではなくてお牛というわけです。ビンゴです。そしてお牛、牛ということになれば、つまりはプロメテウスを意味するシンボリックな動物ということになります。つまりここに描かれているのはプロメテウスということになります。で、冒頭で話しました話を思い出してください。プロメテウスはワシに肝臓をついばまれる時計をゼウスから受けます。そして右がそのプロメテウス像です。右のプロメテウス像は足に鎖を巻かれ、そして和紙に体をついばまれています。この赤い部分が和紙ということになります。そして左のラファエロの絵の中でも和紙、もしくはカラスのように見えますが、和紙に体をついばまれている牛が表現されています。これでここに描かれているのはプロメテウスと断定することができます。この黄色い丸で囲んだ部分に描かれているのはワシについばまれているプロメテウスということになります。そしてその右にも一人人物らしきものが描かれています。そしてその上にも描かれていますが、上の赤丸は当然ゼウスということになります。ここでのポイントは、牛イコールプロメテウスということになると、
牛イコール延期となり、その上に描かれているのはアヌ王ということになります。つまりプロメテウスイコール延期とつながり、延期の上位神であるアヌ王へとつながっていきます。上の赤い丸で囲んだ人物がアヌ王ということになると、ギリシャ神話を元にすればアヌ王イコールゼウスということになります。となると、その左下に描かれている、動物ですけども、人物は誰かということになります。この動物について、以前は私はフクロウであると考えていました。フクロウ、つまりローマ時代にはストリックスと呼ばれた魔女ということになります。がしかし、ある方から指摘を受けてですね、これはライオンではないかということで調べてみました。で、今はライオンで落ち着いています。だからなぜここにライオンなのかということなんですけども、ライオンといえばですね、アヌ王、そしてその流れを組むエンリルの、象徴的な動物ということになります。右が英国王室の紋章ですけども、頂点にアヌ王が立ち、左にエンリル、右に延期ということになります。この延期イコールマルドックというふうに今は考えていますが、ともかくもここにライオンがいるということですね。つまりここにいる動物はエンリルではないかというふうに今はそのように判断しています。エンリルであってもイナンナであっても、この動画の中では大きな違いはないと思われます。ここに訂正し、このままにして話を先に進めます。が、この動物イコール人物が誰であるかということについては、ラファエロ自身がその謎を解く手がかりを残してくれました。右の絵もラファエロ・サンチが描いた絵ですけども、この絵の中に奇妙な三本指の人間が描かれています。足元に注意してください。今赤丸で囲んでみました。この部分を拡大してみます。やや明るくしてみます。ここに描かれている足に注意してください。三本指の、人間ということになります。ここで注意していただきたいことは、左の足とそして右の足が同じであるという点です。ここが今日の一つの大切なポイントということになります。となると、この人物は誰かということですけども、他の人の足を消去法で消していきますと、この上の人物ということになります。この人物は誰なのかということになります。で、その謎を解くヒントを今度はミケランジェロ・ブアロルティが残してくれました。ミケランジェロが彫刻したとされるピエタ像です。このマリアの向かって左側、右手に注意してください。中指と薬指がくっついています。シグナム・マラーノです。中指と薬指がくっついている点に注意してください。マラーノというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。このような形で、左の人物はマリアであることをラファエロ・サンチは私たちにメッセージとして残したということになります。つまり三本指の人物はマリアの足ということになります。ここが次のポイントになりますから、注意深くご覧になってください。シグナム・マラーノです。中指と薬指をくっつけています。そしてそのことを知っていた人物がもう一人います。言うまでもなく、レオナルド・ダ・ヴィンチです。で、ここではもう一度そのシグナム・マラーノを確認しておいてください。レオナルド・ダ・ヴィンチも三本指の人物の足を描いています。そしてその足はマリアの足ということになります。主体告知の絵ですけども、この中央赤い丸で囲んだ部分に注意してください。この置物の下に三本指の足が描かれています。
やや左上の白いのは置物の足です。その下に3本指の足が描かれています。比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。つまりここに描かれているマリアも3本指の魔女、つまりスリクスということになります。ローマ時代には最も恐れられた魔女です。人間の血を飲み、そして肉を食べていました。ウィキペディアの方では邪悪なオーメンの鳥と表現されています。つまりダヴィンチもその事実を知っていたということになりますが、もともとダヴィンチもミケランジェロもラファエロも1500年後のイエスの操り人形でしたから、このようにコンセプトが一致していたとしても何らおかしくないということになります。それはともかくも、その足がラファエロの絵の中にも描かれているというところに注意してください。こうしてマリアとつながっていきます。そしてそのプロメテウス、マリアの上にいるのが当然ゼウスイコールアヌ王ということになります。で、そのゼウスですけども、17世紀に発掘されたゼウス像と比較してみてください。17世紀にスメルナというところで発掘されました。そのゼウス像とコンセプトを共通します。こうしてゼウスイコールアヌ王、アヌ王イコールゼウセスが固められていきます。右がアヌ、左がゼウスということは、ゼウスイコールアヌ、アヌイコールゼウスということになります。となるとゼウスの向かって左側にいる女性らしき人物は誰かということになりますが、流れからするとニンフルサグということになりますが、これは確実ではありません。消去法で考えていくと、延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグということになります。そしてこの白い丸で囲んだ人物、子供たちは誰かと言いますと、流れからするとアダムとイブではないかという仮説が立ちますが、これも定かではありませんが、ここではっきりしていることは、上にいるのがゼウスイコールアヌ、そして右下にいるのがプロメテウスイコール延期ということになります。そして左下にいるのがマリアということになります。で、結論ということになります。もう一度ラファエロ・サンチの描いたこの絵を見てください。そして右下に描かれているのが牛と分かることによって、この絵の持つ謎を解くことができました。立花恵子さん、どうもありがとうございました。私もこの動物は馬と考えていましたが、これは牛です。つまり延期、プロメテウスということになります。そしてその左にいるのがイシュタール、つまりストリクス、つまりマリアということになります。そしてその上に乗っているのがアヌ王イコールゼウスということになります。ギリシャ神話のゼウスと、そして堕天使プロメテウスの関係がこの一枚の絵で全て説明される、イコール証明されるということになります。そしてその上に一人、もう一人忘れてはならない神が君臨しています。今赤い四角で囲んだ部分に注意してください。天井から光が伸びているのがわかります。つまり下にいるのがゼウスイコールアヌ王ということになると、もう一人上位の神、つまりソフィアがこの絵の中に描かれているということになります。それについては別の動画で証明説明していますので、どうかそちらをご覧になってください。ともかくもこの動画の結論は、アヌ王イコールゼウス、ゼウスイコールアヌ王であったということです。これでゼウスの謎が解けました。 Bye for now.
Ladies and gentlemen, here is a sculpture. Generally, it is said to be the statue of Moses that is said to have been sculpted by Michelangelo Buonarroti. The statue holds stone slabs of the Ten Commandments in his arm. Therefore, they say it is a statue of Moses. But is this theory really correct? Michelangelo depicted the image of God on the ceiling of the Cappella Sistina. It is a picture generally named the Creation of Adam. However, the God depicted in this picture is exactly the same as that of the statue of Moses. Not only the shape of the face, but also the shape of the ear is exactly the same in every detail. Then, what should we think about this fact? One is a sculpture, and the other one is a painting. So, there are two possibilities. First, Moses is God. Or, on the other hand, God is Moses. However, the person depicted in the Cappella Sistina is God, not Moses, which is correct. However, Moses shown in the statue of Moses has stone slabs of Ten Commandments. They are stone slabs that are said to have been given to Moses by God. So, after all, the image of Moses is Moses. But this idea is inconsistent. God will be Moses. Then, when you enter such mysterious maze, you reverse your consciousness. In other words, the person represented by the statue of Moses is God himself. In other words, it is a God himself who is trying to give Moses slabs, not Moses who receives the slabs. The proof is that Moses, or the statue of Moses, has two horns on his head. The image of the statue of Moses is God himself. We are just accepting the words someone first said, and we are assuming that it is Moses. This is the case. But the image of Moses is God himself. It is a sculpture that God himself is trying to give Moses slabs. If not, then why is the statue of Moses and the face of the God in the Cappella Sistina the same in every detail? Furthermore, Michelangelo himself, unaware of these facts, painted the Cappella Sistina and sculpted Moses after 30 years later. In other words, these works were not sculpted or drawn by Michelangelo, but by God himself. Even more mysterious is the match between these two figures and the face of the statue of Zeus discovered 200 years later. It is a statue of Zeus that Michelangelo never knew. So, the only answer of mine to this mystery is the paintings of the Cappella Sistina, the statue of Moses, and the statue of Zeus were works of the God. ここに一体の彫刻があります。一般にはミケランジェロ・ブアルヌティが彫刻したと言われているモーゼ像です。その像は10階の石板を腕に抱えています。だからモーゼ像ということになっています。が、本当にこの説は正しいのでしょうか。ミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の天井に神の姿を描いています。一般にはアダムの創造と
と呼ばれている絵ですが、この絵の中に描かれている神は先のモーゼ像と全く同じです。顔の形はもちろんのこと、耳の形まで細部まで同じです。となるとこの事実をどう考えたらよいのでしょうか。一方は彫刻であり、他方は絵画です。で、考えられる可能性は2つ。一つはモーゼと呼ばれていた人物は神である。もう一つは逆に神というのはモーゼのことである。がシスティーナ礼拝堂に書かれている人物はこれは神です、モーゼではありません。となると両方とも神であるということになってしまいます。がモーゼ像で示されているモーゼは10回の石板を持っています。モーゼが神から授かったと言われている石板です。だからやはりモーゼ像はモーゼということになるのでしょうか。がこの考え方は矛盾します。神はモーゼということになってしまうからです。で、こうした謎の迷路に入り込んだときは意識を逆転させます。つまりモーゼ像で表現されている人物は神自身である。とつまりモーゼに石板を与えようとしている神自身である。とその証拠にモーゼ像のモーゼには頭に角があります。その像は神自身ということになります。私たちは誰かが最初に言った言葉をそのまま受け入れてしまっているのではないでしょうか。そしてそれがモーゼ像であると思い込んでしまっているだけなのではないでしょうか。がモーゼ像なる像は神自身の像である。神自身がモーゼに石板を与えようとしている像である。繰り返します。モーゼ像なる像はモーゼが神から石板を受け取っている像ではなくて逆、神自身がモーゼに石板を与えようとしている像である。で、ないというのならなぜモーゼ像とシスティーナ礼拝堂に書かれている神の顔が細部に至るまで同じなのでしょうか。さらに言えばミケランジェロ自身もこうした事実に気がつかないままシスティーナ礼拝堂の絵を描き、その30年後にモーゼ像を彫刻したということになります。つまりこうした作品はミケランジェロ自身のものではなく神自身が彫刻したり描いたものであるということになるのではないでしょうか。さらに不思議なことが続きます。これら2人の人物とさらにそれから200年後に発見されたゼウス像の顔が一致します。ミケランジェロ自身が知る由もなかったゼウス像です。で、こうした謎を解く唯一の答えはこうなります。システィーナ礼拝堂の絵もモーゼ像もそしてゼウス像も神々の作品であった。広瀬林、浜松市ジャパン。ソーシャルコンシャスネス come writes as follows: Our history is not what we think. Over the past few thousand years, we have warped.Our own history. Our version of the past has been mistranslated, changed, altered, and skewed to fit our understanding of reality and completely left our many things that we cannot explain. Here is one example. Take a look to masterpiece by Michelangelo Buonarroti. One is a sculpture left.And another one is painting right. Both look alike to each other very much, and you may say that they are the same. Remember that the
left one is a sculpture and the right one is a painting. The left one is titled Moses and the right one commonly titled Elishadai, whoever else he is. However, you may claim that both are created by one single artist named Michelangelo Buonarroti, and then it's nothing strange when they resemble each other so much. I agree with you, yes. If Michelangelo was not a replacement of Jesus Christ after 1500 years in the Renaissance, but he was. His masterpiece along with Leonardo's ones are sort of messages from Jesus Christ, messages hidden in their masterpiece. Then I understand that there must be a secret message hidden in this masterpiece as well. What is a message from him hidden in this masterpiece? Today's video starts from this mystery. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. もう一度最初から比較し直してみます。右がカペラ・システィーナの天井画の中に描かれているアダムの創造と題された絵の中の神です。左がモーゼ像です。ともにミケランジェロ・ブラノリティの作品です。鼻の部分に注意してください。尖った鼻ですね。で、小さな小鼻、まっすぐに伸びた鼻先ということになります。これら両者は全く同じなんですね。がここで注意したいことは、左は彫刻です。右は絵画です。左は3次元に表現された彫刻です。そして右は2次元で表現された絵画ということになります。このように似ているということ自体が不思議だということになりますが、それはさておきですね。この両者は同じということになるわけです。ただやや年齢差はあるように思います。左の方がですね、右と比べて若いということです。目尻のシワなどにそれが表現されています。で、口の部分だけ左に切り出してみましたが、やはり口の部分も同じように表現されているのがわかります。耳というのは個人差の大変大きな部位です。手の指紋のように個人差の大きい部位ですけども、この耳の表現の仕方も全く同じです。ミケランジェロもダ・ヴィンチもそれぞれの神について別々の耳を表現していますが、この両者について言えば同じということになります。皆さん自身の耳と比較してみてください。このように一致するということはですね、つまりは指紋が一致するように、つまりこの両者は同じということになるわけ、です。だからどうしてこのように同じに表現したかという謎が生まれてきます。で、確認ということになりますが、左がモーゼ像です。右がアダムの創造の絵の中に描かれている神の姿です。で、この両者は同じということになるんですけども、ほっぺたの表現の仕方も酷似しているのがわかります。同じ芸術家の作品だから似ていてもおかしくないということになればそれまでですが、しかしこんな像も見つかっています。約200年後ですけども、スミルナというところで左のゼウス像が見つかっています。手にサンダーボルトを持っていますからゼウス像ということになります。このゼウス像とモーゼ像を貼り合わせてみるとですね、これまた大変よく似ているのがわかります。で、比較してみます。左が1680年、つまり200年後に見つかったギリシャ彫刻のゼウス像です。右がミケランジェロが彫ったとされるモーゼ像です。大変よく似ているのがわかりますが、ゼウス像がないわけではありません。左がゼウス像です。ローマンコピーなのかどうかはわかりませんが、ゼウス像です。
右がモーゼ像です。これら両者はですね、やはり年齢差はあるように見えますが、張り合わせてみると全く同じであることがわかります。髪の毛の表現の仕方もよく似ています。上半分と下半分がですね、髪の毛の表現の仕方が微妙に違いますが、その違いまで同じということです。となるとどう考えたらよいかですけども、ミケランジェロはですね、ギリシャ彫刻のゼウス像のことを知っていた。そしてそのゼウス像を意識してモーゼ像を作ったということになります。まあ、ローマンコピーですから、コピーされたゼウス像がイタリアにあってもですね、おかしくないということになるのかもしれません。赤い丸で囲った部分を丁寧に比較してみてください。そして髪の毛を左にくっつけてみました。よく似ていますよね。ただ写真を撮る角度が違うと言いますか、顔が傾いてますから比較しにくいところもありますが、細かいところをこのようにですね、左右比較してみるとですね、同じということがわかります。ヒゲの表現の仕方も酷似しています。となると左がゼウス像、右がモーゼ像ということをですね、どのように理解したらよいかということになります。あるいは左の像はですね、これはゼウスではなくてモーゼということになるのでしょうか。それとも右のモーゼ像が、これはモーゼ像ではなくてゼウス像ということになるのでしょうか。ところがですね、このモーゼ像は手に十戒を刻んだと思われる石板を持っています。ということはこの像はやはりモーゼ像ということになります。ミケランジェロは一体、あるいはその上の1500年後のイエス・キリストは一体これらの作品を通して私たちにどのようなメッセージを残したかったのでしょうか。大きな大きな謎が残りますが、今は残念ながらペンディングということにさせてください。Michelangelo Buonarroti has been said to have painted his shell or period of skin of himself in the mural painting of Cappella Sistina or Sistine Chapel in Vatican. It is in the Last Judgment or a well-known painting mural in Cappella Sistina. But the question is that, why did King Christdraw such a picture in the mural of the Last Judgment? In the center of the mural is King Christ. The number 77 is its evidence hidden under it. 77 means Christ in Jewish gematria. Below the picture of Christ is Michelangelo's shell. If you decipher the code,hidden in the picture as it is, you will know that Michelangelo was nothing but just a shell. In other words, Michelangelo was just a puppet artist who was manipulated by King Christ as a minion of King Christ. Yes, he was. In fact, Michelangelo Buonarroti didn't create anything himself, be it sculptures orPaintings. All of his masterpieces, which have been said to be his, were either sculpted or painted by the god above him, King Christ. Michelangelo was just a puppet artist of God. In other words, Michelangelo's works were not created by human Michelangelo, but by God himself as messages to humans.In other words, again, if Michelangelo's work can be carefully deciphered, we humans can read the messages given from God to humans.
Ultra Culture Gnostic website writes as follows. The Gnostics believed that the world was created by an evil demiurge, usually identified with the Old Testament creator God Jehovah. The true higher God was unknowable, infinite, unchangeable, and undefiled, and had a feminine counterpart, the creative force or Holy Spirit Sophia. 超神秘グノーシスサイトによれば次のようにあります。グノーシス派はこの世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じていたが、真のより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく、汚れのない神を言うが、その神には創造力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという名前の女神を連れ添っていたと。広島市浜松市ジャパン。あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義、あるいはグノーシス秘密結社の上位メンバーでした。その証拠写真がこの写真ということになります。中央右から二人目に写っているのがウォルト・ディズニーです。それはさておき、今日の物語はシェイクスピアから始まります。これはシェイクスピアがまだ生存中の1609年に書き表したとされる詩集、14行詩の詩集です。この中にシェイクスピアと書いてありますけども、名前に注意してください。シェイク-スピアーズとなっています。槍を振るうという意味なのでしょうか。そして最後には S がついています。複数形ですね。で、読み方によっては槍を振るう、あるいはシェイクスピアの14行詩とも読めるわけです。もともかくもこんなところにハイフンがあり、 S がついていること自体が何か意味ありげということになるわけです。で、名前をですね、シェイク、スピアで分けるとどうなるか。その文字の数はイエス、キリスト、つまりジーザス・クライストの文字数と一致しています。どこかでイエス・キリストを意識していたのではないかと私、林博士は考えています。それにはこれから皆さんにお見せするいくつかの理由があります。熱心なキリスト教徒といえばそれまでですけども、その哲学はまさしくイエス・キリストの哲学と一致しています。話を先に進めます。シェイクスピアの哲学もしくは思想的背景というのは、その本の表紙に描かれているこの絵を見ればわかります。この赤枠の部分に注意してください。ここには大変奇妙な絵が描かれています。中央上の子供に注意してください。子供の頭から7枚の花びらもしくは光線が出ているのがわかります。7です。7です。10の像の光線も7本です。つまりこのような形でシェイクスピアは自らがフリーメイソンのメンバーであることを示しました。シェイクスピアは現在フリーメイソンの外郭団体であるフラタニティという組織も立ち上げたと言われています。そのシェイクスピアの生年ですね、1564という数字に注意してください。1564を
バラバラにして足しますと16です。その16をバラバラにして足しますと7です。バビロニアの比数学にのっとっています。そして死亡年も1616年、この1616年をバラバラにして足しますと7足す7イコール2×7、やはり同じくバビロニアの比数学にのっとっています。大変興味深いことに、この絵の中に2匹のウサギが描かれています。ウサギというのはイナンナ・イシュタールのシンボリックな動物ということになります。当初チャーチ・オブ・ローマはイシュタール教の色彩が強かったものと林浩司は考えています。そしてそのイシュタール教チャーチ・オブ・ローマがローマの国教と認められると同時に、イシュタールはイースターと名を変名します。そして現在の今でもローマンカトリックではイースターを最大の祭りとして祝っています。つまりマリアということになります。そのマリアが下の方に描かれているという点に注意してください。さらにこの絵には大変奇妙なものが描かれています。中央の部分の絵を逆さまにします。そしてその絵をシオン修道会の紋章と比べてみると、そのコンセプトが大変よく似ているのがわかります。右がシオン修道会の紋章です。十字軍の紋章と考えても良いわけですね。大変よく似ているということです。そしてシオン修道会の資料によれば、あのレオナルド・ダ・ヴィンチはこのシオン修道会の第12代グランドマスターであったことが分かっています。第12代グランドマスターであったことが分かっています。これがその資料です。サンドロ・ボッテチェリーの後を継いでレオナルド・ダ・ヴィンチ、今中央ですね、が第12代のシオン修道会のグランドマスターに就任していました。以上、それぞれの芸術家と秘密結社が有機的、つまり複雑に絡み合っているのがわかります。こうした事実をただ単なる偶然と言い切ってしまうことはできません。これも一つの例です。これはミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵ですけども、その中に775027という数字が隠し込まれていました。by 林浩司発見です。775027の意味はヘブライ語のゲマトリア、つまり暗号によればキリスト、聖書のカインであるという意味になります。つまり1500年後のイエスはこのような形でキリストというのは聖書でいうところのカインのことだよと私たち人間にメッセージを残したということになります。おそらくミケランジェロ自身もこの暗号を解けなかったものと私林浩司は考えています。その数字の中からダ・ヴィンチなる画家は752という数字を抜き出して自分の死亡日としました。ダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。67歳の5番目の月の2日に亡くなったことになっています。ミケランジェロがこの絵を描いたとき、同時にダ・ヴィンチはアンギャリの戦いの絵のスケッチ画を描き残していますが、まだ生きていました。つまり生きている間に自分の死亡日を定めたということになります。わかりやすく言えば、替え玉あるいは操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチはその上の1500年後のイエスの意思により67歳の5月2日に死んだこととして処理されたということになります。話を少し戻します。シェイクスピアの14行詩の表紙に戻ります。
この絵にもう一度注意してください。この絵の中央に奇妙な動物が描かれています。右はグノーシス派のウェブサイトに紹介されている絵です。その絵の中にも同じ動物らしきものが描かれています。守護神なのか、それとも対立する悪魔なのかは分かりませんけども、同じものが描かれているということですね。まあ、こうしてシェイクスピアとグノーシス派が、あるいはグノーシス主義がつながっていくということになります。そしてもう一枚、グノーシス主義のウェブサイトにはこんな絵が紹介されていました。最上段、7人の天使がいます。そして7本の柱です。そして7人の聖者ということになります。そして階段も7段です。7にこだわっています。つまりこうした数字は偶然にそういうふうになっているのではなくて、あえて意図的にそのように仕組まれているということになります。そして最上段中央に注意してください。ここには神とそして鳥が描かれています。神と鳥が描かれています。左はベロッキオとダヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵です。その絵の中にも同じようなものが描かれていますけれども、手だけしか描かれていません。では誰の手かということですけれども、このグノーシス主義のウェブサイトに載っている絵を重ね合わせてみますと、その上には神がいる、いたということになります。旧約聖書の世界ではエルシャダイイコールヤーウェ、全知全能の神ということになりますが、グノーシス主義のウェブサイトによれば、さらにその上位の霊的な、つまりスピリチュアル的な神、ソフィアということになります。ここで初めて私の一連の動画の中で霊的な神というのが出てきました。他の人が言っているのではありません。シェイクスピア、ダヴィンチ、ミケランジェロ、そしてウォルト・ディズニーと絡んだその構図の中からソフィア、ホーリースピリットが出てきました。超神秘グノーシス、グノーシス派サイト、その中には次のようにあります。無知は奴隷である。知識、それをグノーシス派はグノシスと呼んでいる。もし私たちが真実を知るなら、私たちは私たちの中に真実の果実を見つけるだろう。もし私たちが一緒になれば、それは私たちを満たすであろう。グノーシス聖典。グノーシス派は、この世界は旧約聖書の中に出てくるエホバと呼ばれる邪悪なデミウルゴス、つまり宇宙の創造主によって創造されたと信じているが、真のさらにより崇高な神というのは知ることもできなく、無限で変化することもなく汚れのない神を言うが、その神には想像力を持つ聖なる霊、すなわちソフィアという女神を連れ添っていた。真の神はデミウルゴス以前にすでに存在していて、そのデミウルゴスはソフィアによってたまたま偶発的にできてしまい、想像の力を持ちながらも天界から放り出された神ということになると。こうした事実をどう捉えるかですけども、あのウォルト・ディズニーもグノーシス主義の
支持者、あるいは信者、あるいは最高幹部であったと言われています。これがその証拠写真です。右から二人目がウォルト・ディズニーです。そしてそのウォルト・ディズニーは代表作ファンタジアの中で悪魔の山を描きました。どうしてこれが悪魔の山なのか、これはダヴィンチなる画家が描いたとされる受胎告知の絵ですけども、その中央に全く同じ山が描かれていました。 by 林浩司発見です。そしてこの両者は 1+1 でストリックス、つまり魔女であることを示していますが、その中央にこの山が描かれています。つまりこの山は悪魔、魔女の山ということになりますが、それを発見したのも私林浩司です。つまり私林浩司が発見する前にこれが悪魔の山であることを知っていた人はいないということになります。当然ウォルト・ディズニーもそれを知らなかったはずですが、そのウォルト・ディズニーは自分の代表作のファンタジアの中にこの山と同じ山を描き、それをボールド・マウンテン、つまり悪魔の山と位置づけています。これは偶然の一致なのでしょうか。左がダヴィンチの受胎告知の中に描かれている山です。右がウォルト・ディズニーがファンタジアの中に描いた山です。皆さん自身の目でしっかりと見て確かめて確認してください。これは偶然の一致と言えるのでしょうか。あるいは結論ということになりますが、もう一度最初にお見せした絵をご覧ください。これはグノーシス主義のウェブサイトに紹介されている神と鳥です。上に神がいて鳥がいます。同じような絵をベロッキオとダヴィンチが描いています。手と鳥が描かれているだけで、その上が描かれていません。で、その絵にグノーシス主義のウェブサイトに載っている神と鳥をこうして重ね合わせてみます。これで辻褄が合います。つまりここに描かれているのはエルシャダイのエホバではなくてヤーウェではなくて、実はグノーシス主義によればですね、ソフィアということになります。さらにその上位のスピリッツ、霊の神、ホーリースピリッツであるということになります。つまり神の中の神、さらにその上位の神ということになります。こうした事実をどう捉えるか、あるいはどう信ずるかというのは、ひとえに私たち自身の個人の問題ということになりますが、無視することもできません。1500年後のイエスの操り人形と判断したダヴィンチ、ミケランジェロ、そして1600年後のイエスの操り人形と判断したシェイクスピア、そして現代のウォルト・ディズニーが絡んでいるだけに、無視することもできないのではないでしょうか。ということで今日は聖なる霊、ソフィアの話をしました。私の動画の中で繰り返しになりますが、霊という言葉が出てきたのは今日が初めてです。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now.